皆様大変長らくお待たせいたしました。本日は京都東山花灯籠2019にご来場くださいまして誠にありがとうございます。それではこちら八坂神社能舞台におきまして本日第1回目の芸舞妓による奉納舞踊を皆様にご覧いただきます。本日お越しいただきましたのは上七軒から舞妓は梅ひなさんと一綾さん、地方は一すみさんです。奉納していただきます演目は梅の数々と北の小唄の2曲でございます。それでは皆様最後までごゆっくりお楽しみください。お願いいたします。
ありがとうございました。梅の数々と北の子歌を奉納してくださいました上七県の梅ひなさんと市彩さん、近田の市積さんに皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。この芸舞妓による奉納舞踊は公演大変長らくお待たせいたしております。皆様本日は京都東山花灯籠2019にご来場くださいまして誠にありがとうございます。さあ、こちら八坂神社能舞台では本日第2回目の芸舞妓による奉納舞踊皆様にご覧いただきます。今日は朝から雨が降っておりましたので、どうなることかと思いましたが昼過ぎから薄日が差し込んでまいりまして、降水確率もぐっと低くなって、今日は傘を差していただくことなくご覧いただけるかと思います。さあ、それではお支度整いましたのでご紹介をさせていただきます。本日お越しいただきましたのは上七県からお越しいただきました舞妓は梅ひなさんと市彩さん、地方は市澄さんです。本日奉納していただきます演目は1曲目が梅と三三、2曲目北の子歌でございます。それでは皆様最後までごゆっくりお楽しみください。お願いいたします。梅と三三
Thank you.
ありがとうございました。梅戸さんさん、そして北の子歌を奉納してくださいました上七軒の梅ひなさんと市彩さん、近田の市澄さんに皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。この芸舞妓による奉納舞踊は公益財団法人京都伝統技芸振興財団の協力でお送りしております。以上で本日第2回目の奉納舞踊これにて終了とさせて、市山花灯籠2019ご来場いただきまして誠にありがとうございます。こちら八坂神社能舞台におきまして本日最終回となります。芸舞妓による奉納舞踊この後行わせていただきます。日が暮れるとともに非常に冷たい、風が吹いてまいりまして、第1回目からずっとご覧いただいているお客様もたくさんいらっしゃいまして本当にありがとうございます。どうぞ皆様暖かくなさって、お風邪など召されませんようによろしくお願いいたします。ご来場の皆様に、再度ご案内いたします。こちら八坂神社能舞台におきましてただいまから、芸舞妓による奉納舞踊を行わせていただきます。本日最終回となります。それでは本日お越しいただきました芸舞妓さんをご紹介させていただきます。本日は上七軒からお越しいただいております。舞妓は梅ひなさんと市彩さん、地方は市澄さんです。奉納していただきます演目は春雨と北の子歌の2曲でございます。それでは皆様最後までごゆっくりお楽しみください。お願いいたします。
ありがとうございました。春雨と北の子歌を奉納してくださいました上七軒の梅ひなさんと市彩さん、近田の市澄さんに皆様盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。この芸舞妓による奉納舞踊は公益財団法人京都伝統技芸振興財団の協力でお送りいたしました。